ああ、今日も楽しい一日だったけど、もう一押し楽しいこと何かないかな。よし、それなら何か面白いことがないかみんなで考えようよ。あ、ごめん。私今からちょっと出かけてくるから、二人で何か楽しんでて。釣れないな、ほんと。行ってきまーす。行ってらっしゃい。それにしても、最近まーちゃん一人で出ていくこと増えたよね。そう言われてみれば、そんな気もするな。それに、めちゃくちゃ変な時間じゃない？それよりも変な格好の方が気になったけどな。確かにね。なんなの、雨も降ってないのにカッパみたいなの着ちゃってさ。あれが最新のオシャレなのかな。でもあんな変な格好で街をうろついて一体何してるんだろう。もしかしたら僕たちの知らない友達と遊んでるんじゃないのかな。普通ではそろそろ寝る時間だけど、その線もあるか。緊急速報みたいだよ。こんな時間に一体何だろう。最近高級なアクセサリーや衣服を盗まれる事件が多発しています。犯人と遭遇し襲われるケースも相次いでいます。白っぽい服を着ているそうなので見かけたらご注意ください。泥棒か。おいらのカーも盗まれたらどうしよう。誰にも盗まれないから大丈夫だよ。盗まれないか。それにしても最近発生しだしたってことはいよいよ怪しくなってきたね。え、怪しいって一体何が。まーちゃんだよ。白っぽい服を着てるって言ってたし、もしかしたら一人でこそこそ隠れて泥棒してるんじゃない。さすがにそれはないでしょう。まーちゃんに限ってそんなことするはずがないよ。でもあんな変な格好してるんだよ。確かにそれは否定できないな。て、なんだか外が騒がしいね。今のはパトカーのサイレンかな。一体何があったんだろう。て、すごい人だかりだね。何か事件でもあったみたいだな。誰かに話を聞いてみようよ。すいません、一体何があったの。あの家に住んでる俺の友達が犯罪を犯して警察に捕まったみたいなんだよ。こんなご近所さんに犯罪者がいたなんて知らなかったよ。何をしたのかはわからないけど、家も近いのに無事でよかったな。いや、あの人はそんなことする人じゃなかったよ。とても優しくて思いやりがあって周りからの人望も厚かったんだから、そんな人が犯罪を犯すなんて。元から悪い人じゃなくても犯罪を犯す時があるんだね。何かしなくちゃいけない理由でもあったのかな。それが最近流行りの闇バイトってやつで、悪い人に脅されてやってたらしい。わあ、悪い人に脅されてたのか。住所や家族構成もバレてるから家族を襲うぞって脅されてたみたいだ。なんて極悪な組織なんだ。最初は気づかれないように簡単だし悪いことではなさそうな仕事から始まって、徐々に悪いことを任せられるようになってるみたいだよ。恐ろしいね。簡単で高額に稼げるバイトがあるなんて、都合がいい話には気をつけないとな。そうだね。神バイトと見せかけて闇バイトなんて騙されちゃいそう。ああ、野獣なしてたら結構いい時間だったけど、やっぱりもう一押し何かしたいね。いや、そんなことやってたら朝になっちゃうよ。もう寝ようよ。で、ちょっと待って。何どうしたの。闇バイトの話で思い出したんだけどさ。はい。やっぱりまーちゃん怪しくない。どうして。例えば、アイドルの推し活をするためにお金が欲しくてバイトを探してたらとかあるかもしれないじゃん。え、まーちゃんが闇バイトをやってるかもしれないっていうこと。その可能性もあるよねっていう話ね。確かにゼロではないな。それじゃあ帰ってきたら問い詰めないとね。いやいや、でも直接本人に、君泥棒やってるでしょって聞いて、はい、やってますなんて答えるかな。あ、答えないような気がするね。それじゃあどうすることもできないのかな。確か犯人は高級なアクセサリーや衣服を盗んでるって言っていたな。まーちゃんの部屋にそれらしきものがあれば悪いことをしてるっていう証拠になるかもしれないな。それじゃあ早速部屋を確認してみようよ。悪いことは悪いって言ってあげるのも友達として大事な役目だよね。それもそうだな。それじゃあ早速まーちゃんの部屋を調べてみよう。あまりいいことじゃないけど疑い続けるよりはマシだよね。手開かないじゃん。鍵閉まっちゃってるじゃないの。いつも鍵なんてしてたっけ。
いや、してなかったような気がするな。なんで急に鍵なんてしてるのかな。わからないけど、このタイミングでか。なんだか僕もまーちゃんが信じられなくなってきたよ。一体何が信じられないのだ。わお、まーちゃん、これは This is まーちゃんだよ。いや、それはもちろんそうなのだ。それで一体何が信じられないのだ。信じられないじゃなくて禁じられないんだよ。これうまくごまかせられないかな。え、禁じられない。何言ってるの。禁じられるよ。まーちゃんは羊みたいな面バナオ、魂の俳句どうだった。バナオ君、お見事です。それで私の部屋の前で何をやってたのだ。ちょっとぐらいは感想言いなさいよ。まあまあ落ち着きなさいよ。何か部屋から変な音がしたような気がしたからちょっと近づいていただけなんだよ。そういうことさ。最近泥棒がこの近くにいるみたいだしね。そうなんだ。ちょっと私疲れたから先にお風呂に入ってくるね。ごゆっくり。僕たちがまーちゃんを怪しんでるのがバレるところだった。後ろに立ってたのに全く気配を感じなかったし、ほんと危なかったね。それにしても泥棒って言った後の反応が何かおかしくなかった。確かにな。一体どうしたんだろうね。わからないけどどうにかしてこの部屋に入る必要があるみたいだな。でも鍵がかかってるのにどうやって。そうだな、何か作戦を考えないとな。いい作戦を思いつくといいんだけど。それにまーちゃんじゃないことを祈りたいよね。まーちゃんが泥棒じゃないって信じたいと思った君は、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。あー、おいらいいこと考えたよ。え、何。ここにあるツルハシで食べごと破壊したらいいんじゃない。証拠がめちゃくちゃ残っちゃうじゃねえか。ダメか。それじゃあどうしたらいいのかな。そうだ、今まーちゃんはお風呂に入っているはずだから脱衣所に鍵が入ってるはずだよ。それを使って合鍵を作るっていうのはどうかな。わあ、ナイスアイデアだね。それじゃあ脱衣所にレッチラゴー。あー、お風呂はやっぱり気持ちいいのだ。今日は長風呂でもしちゃおっかな。わあ、ゆっくりお風呂に使ってるみたいだね。チャンス到来。でも鍵なんてどこにあるのかな。きっとまーちゃんの棚の中にあったぞ。まーちゃんの部屋の鍵だ。え、鍵はゲットできたけどそれをどうするの。僕の記憶が正しければ確かチェストの中に合鍵を作るためのアイテムが入っているはずだ。チェストの中にそんなアイテムなんてあったかな。あったぞ、粘土に金銀ドット。それでどうするの。作業台を使って粘土で型を取って金銀ゴッドでクラフトすればできたぞ。まーちゃんの部屋の合鍵の完成だ。これであとはこの鍵を元に戻しておけばバレずに済むぞ。よし、それじゃあ早速戻しに行こうよ。ダメ、ないのだ。うわぁ、まずい。お風呂から上がったみたいだね。さっき長風呂するって言ってたじゃないの。まーちゃんの時間の概念はどうなってるの。でもどうする？とにかくこの鍵をどうにかしないとな。ちょっと、二人とも、私の部屋の鍵知らない？見てないけど、どうしたの？いやー、それが私、このお風呂にある棚に入れたはずなんだけど、ないんだよね。それじゃあもしかして、僕の棚の中にでも入ってるのかな？あ、あったあった。ここに入ってたよ、まーちゃん。もう、うっかりさんだな。あれ？ほんとだ。ごめんね、自分のところに入れてたつもりだったのに間違えちゃったみたいなのだ。ほんと、まーちゃんはせっかちなんだから。まあまあ、間違いは誰にでもある。そういうことさ。なくし物が見つかってよかったね。いやー、ほんと見つけてくれてありがとね。それじゃあ私は疲れたから先に寝るね。おやすみー。おやすみー。危ないねー。危なかったなー。ほんとすごく起点が効いた作戦を思いついたからよかったけど、バレちゃうところだったよ。自分が思いついたみたいに言うんじゃないよ。バレちゃった。でもこれね、合鍵もできたし、明日部屋に入ればまーちゃんの疑いを晴らすこともできるはず。神様、仏様、カシ様、まーちゃんがやってませんように。あー、今日も退屈だな。よし、それじゃあ何か面白いことでも考えようよ。それいいねって言いたいところだけど、今日も私用事があるからちょっと出かけてくるのだ。それじゃあ行ってきます。行ってきます。
ってらっしゃ い, しゃい。よし、チャンス到来。でも、今何か違和感があったような。一体何の違和感なの。わからないけど、なんだか良くない感じがするな。そんなこと言ってないで、早く部屋にお邪魔しちゃおうよ。それもそうだな、失礼します。お邪魔しますって、あれどうしたの、バロー君。いやー、それが全然怪しいものは見当たらないね。ほんとだ、クローゼットの中にも何もないみたいだし、あるのはあのヘンテコの服とクマのぬいぐるみぐらいか。それじゃあやっぱりマオちゃんは泥棒とかやってなかったんだね。だね、よかったな。今の音ってもしかして。まずい、マオちゃんが帰ってきたんだ。どうしたらいいの。とにかく部屋の鍵を閉めないとな。そうだね。鍵持ってないよ。僕に任せろ。よし、オッケー。っていうか、どこに隠れたらいいかな。とにかくクローゼットに隠れるんだ。って、あれ一人しか入られないじゃん。こうなったらオイラはあそこに隠れるよ。それじゃあ僕はクローゼットにお邪魔して、と、いいところが見つけられてよかったな。うん、腕がプルプルする。そんなところ絶対バレるでしょう。ああ、危ない危ない。この服を着るの忘れてたのだ。忘れ物を取りに帰ってきていたのか。あの時感じた違和感は服装だったんだ。って、あれ、バロー君なんだかさっきより下に下がってないかな。あはは、下がってる。あんなところに隠れるからだよ。頼むからバレるなよ。あ、そういえば、あれを確認しておかないと。ん？一体何を確認するんだ？よいしょっと。って、え？あんなところに隠しテストがあるのか。中には一体何が入ってるんだろう。よしよし、バッチリなのだ。ちゃんと隠しておいてった。ていうか何も聞いてないけど、カシー君とバナー君はどこに行ったのかな。ブブ、いやー危なかった。あと3分かかってたら確実に落ちてたよ。今も確実に落ちてたけどな。あれちゃったか。ていうか隠しテストがあったみたいだね。ここからはよく見えなかったけど、確かに何か開いていたな。何かここをいじりしてたけど。わー、テストが出てきてるよ。この中には一体何が入ってるんだろう。確認してみようよ。ゆけポッピー、なんだこれ、高そうな服が入ってる。そんな、それじゃあやっぱりまー、あ、ちゃんが犯人なのかな。白っぽい服だし、なんだか動きやすそうな格好だったもんね。きっとあれは、もし何かあった時に姿を隠して逃げるためだったんだよ。それじゃあ信じたくないけど、ここまで証拠が揃えばもう言い逃れはできないね。でもどうしたらいいかな。問い詰めて白状するとは思えないけど、それにニュースで犯人に襲われた人もいるって言っていたな。確かに、もし言うんだったら、昨日泥棒の話をした時にきっと白状するはずだよね。だね。こうなったら先に僕たちが捕まえるしかなさそうだな。確かチェストにあれがあったぜ。何か捕まえられるようなものが入ってるの。あったぞ、トラップグッズ。まさかこいつをばあちゃんにお見舞いする日が来るなんて。そんなに危険なトラップだと。下手したら命を落とすかもしれないな。それ危険すぎやないかい。なんて冗談だよ。水バケツがあるからちゃんと大丈夫になってる。とにかくバナ君、まずはこのツルハシとシャベルを使って穴を掘っていくんだ。なんだ冗談か、ヒヤヒヤしちゃったよ。穴を掘るのはマオちゃんの部屋でいいのかな。誰、よし、それでは早速掘っていくよ。穴はどれぐらいだったらいいの。マオちゃんが怪我しないくらいちょっと軽めに掘るんだ。オッケー、ホリ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 。マオちゃんの体頑丈だからな、これぐらいでいいかな。ちょっと思ったよりも深いけど、次はそこに水を撒いていくんだ。こうでいいの。バッチリバッチリ、完璧だよ。それじゃあ次は2段目のところに TNT をこんな感じで置いていって、その上に砂ブロックを敷き詰めていくぞ。わー、なんだかデンジャラスそうなトラップだね。あとはこの上に間圧板を置いておけば TNT 落とし穴の完成だよ。ってことはこの間圧板をセットしながらオイラたちも出ないといけないみたいだね。そういうことです、踏まないように気をつけて。よし、完成したよ。これなら下に水があるから TNT のダメージもないし、安全に捕まえることができるぞ。それじゃああとは捕まるのを待つだけだね。部屋にこっそり隠れてその時を待つとしますか。あれ、ばあちゃん捕まえたらどうする、警察に突き出す。それはちょっと捕まえてからの態度次第だね。確かにな、
悪びれた様子がなかったら僕たちも出るとこ出ような。そうだね、警察にお気を据えてもらわないと。くらえ、粉きじじいビーム。よし、人面犬を倒したぞ。すっきりした。ていうかばあちゃんなかなか帰ってこないね。だね、でももう少ししたら帰ってくるでしょう。あー、帰ってきたみたいだよ。そのまますぐに部屋に行ってくれればいいんだけども。一体どうなってるかな。って、わー、すごい音がしたね。これは完全に罠にかかったはずだよ。って、まーちゃん観念しろって。どうしたの、ファローくん。あの人は一体誰なの。全然見たことない人だ。何よこれ。もしかしてまーちゃんの友達かもしれないな。ただいまーって、あれ、二人とも人の部屋の前で何してるのだ。おかえり。まーちゃんが泥棒かもしれないから部屋にトラップを仕掛けたんだけど、まーちゃんの友達が引っかかったみたいだね。え、泥棒っていうかトラップに友達、全く意味がわからないのだって。何これ、私の部屋がぐちゃぐちゃなのだ。まあノリというか勢いでぐちゃぐちゃになっちゃったけど、これには実は深い理由がありまして。そうそう、一体その深い理由っていうのは何なのだ。最近泥棒事件が多発してるみたいで、犯人像がマーちゃんっぽかったんだよね、バナオくん。そうそう、それで部屋の中のチェストを確認したら高級そうな服が入ってて、泥棒に間違いないと思っちゃったんだよ。それにさ、最近よく変な時間に一人で出て行ってたし、怪しさしかないじゃん。ああ、それは私がダイエットを頑張るためのご褒美だったのだ。え、どういうこと。バナオくんとカッシーくんが見た服は今の私じゃ着れない細い服なんだけど、先に細めの服を買ってそれが着れるように毎日ダイエットを頑張ってたってことなのだ。なるほど。え、その変な格好は何なの。これは運動した時にしっかり汗がかけるためにサウナスーツを着てたのだ。変な服なんて失礼だな。え、っていうことはつまり最近変な時間に出歩いていたのは運動をしに行っていたっていうことなの。そういうことなのだ。わー、努力かなねー。まあねーって、そんなこと言ってる場合じゃないやろ。人の部屋をこんなにめちゃくちゃにして、それに友達まで引っ掛けるなんてあんまりなのだ。いやいや、落ち着いてよまーちゃん。これにもさ、深いわけがありまして。そうそう、ニュースで犯人は暴力を振るってくるって言ってたからね。自分たちの身を守るためにも仕方がなかったんだよ。そんなの余計に私じゃないってわかるはずなのだって。ばあちゃんも知らんのかい。知らないというか、友達でもないし見たこともない人なのだ。ちょっと待って、え、あの格好白っぽい服。わあ、もしかして。ああ、せっかくこの家は留守だと思ったのに。おまわりさん、犯人はあの人です。白い泥棒を見つけました。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録高評価よろしくね。秘密基地にも遊びに来てくれよな。インスタグラムもある。